はい、了解。安室奈美穂です。安室奈美穂のこのきびやチャンネルへようこそ。私、ミセス安室奈美穂です。こちらのチャンネルでは私が、ほとんどのアルコール飲料を摂取して、ひたすらにアニメを見て、時に笑い時に涙する、そんな実況配信チャンネルとなっております。で、今回、やがて君になる太鼓はを見ていくんですが、前回に引き続き、ゲスト解説員と、たとりさんをお招きして配信していこうかと思います。ゲストのたとりさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあさすがよりのプロだけあって、第4話素晴らしい補足をしていただいたんですけども、前回のやがて気になる第4話のちょっと大まかな話の流れをもう一度説明させてください。まあ、生徒会選挙終わって、まあ、田中京子が生徒会長になって、で、なんかどうしてもやりたいことがあるっていうことを突然言い出して、それがなんか生徒会劇、文化祭で生徒会劇をやる、まあ、これは生徒会によるなんだろう、演劇をどうしてもやりたいっていう、そうね、これをとにかくすごい望んでいて、七海と自身が、まあ、その秘密というか、なんでそんなやりたがるのかっていうのはちょっと今のところは全然わからないんだけど、で、なんかその話をしてて、でちょっとした、なんだろう出来事が、ちょっとしたって言っていいのか、全然ちょっとしてないんだけど、放課後残って2人が、ちょっとなんかその生徒会室で残ってる時に、なんか並びとか急になんかブラッと来ちゃったのか、どうしてもキスがしたいと言い出して、それまあ、こういった言うもそれを受け入れてキスをしてしまうんだけど、それを、見られてしまうんですよね。そう、マキ君に見られてしまう。マキ君に、マキ君に見られてしまう。同じ生徒会のお手伝いをしている1年生のマキ誠司君に見られてしまう、うん、キスしてるところで、まあ、彼が一旦なんかもうそういう、あ、やばい、これバレちゃったらもう生徒会どころか、もう学校中にその七海東子がこうやって言うとキスしてるっていうことがバラされたら大変なことになってしまうというので、超焦って、まあ、ちょっと、なんだろう、とにかく七海東子の心配ばかりするこうやって言うなんだけど、なんだろう、マキ君自身は、そんな彼女たちを応援する側の、完全に視聴者側の目線に立っていてるキャラだったらしくて、そう、観客なんだよね。観客だよね、うん、観客なのか、俺ら完全に俺らっていう、そう、立場的には完全に本当生徒会室の壁や床になってる俺らみたいなキャラクターで、そう、特等席で大事に見守る。そうね、完全特等席だよね。そう。まあ、こういうと言うと、七海東子のことは、まあ、秘密にしておきます。誰にも言いません。もう絶対これは自分だけが楽しむ正義なんで、みたいな。そう。というキャラだったみたいな。で、終わった感じかな。ですね。はい。そうね。で、まあ、第5話。選択問題、続選択問題。これってさ、なんだろう、漫画原作の、なんだろう、お話を、なんか、A パート、B パートで分けてやってるって感じなの？うん、いや、普通に原作の、8話と9話が、選択問題と続選択問題だから。ああ。うん、だから原作の8話、9話をアニメ化してるだけって感じ？ああ、なるほど。そのまんまなんだね。うん、タイトルもそのまんま、サブタイトルも。ほう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 。まあ、そのじゃあ原作流れて、うん、まあそんな感じで出るんですね。はい。はい。ってことで、最後は見ていこうかなと思います。いくか。ますか。いきますか。これ
前もって注意しておくところとかありますか？今回の話は、なんだろうな、とりあえずイチャイチャを見てればいいんじゃないかな。そんな感じですか、試合展開としては。そう、 あとあれだね、やっとゆうちゃんの家がみたいな感じだから。ゆうちゃんの家、あの本屋。そう、まあ家に並び投稿がっていう感じだから。あ、マジで？何、その本屋だけじゃなくてその家の中にもみたいな感じですか？そう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 。なるほど、それは楽しみですね。はい。なんだよ。なんなのっていう。まあ一応ゲスト解説員っていうことで。早く見ようぜ。ちょっと試合っぽくやってみました。はい。じゃあチャットでいきますね。やがて気になる第5話、まあこちらもメディアニュース等々で配信されてますので、もしよろしければ一緒に再生していただければ面白いんじゃないかと思います。はい。準備の方はよろしいでしょうか。いいですか？はい。はい。じゃあ5秒カウントで再生します。5秒前、はい、4321スタート。見せ番中ですね。見せ番、なるほど。ここちなみに原作のおまけ漫画のとこ。あ、そうなんだ。うん、ここ巻く間。あ、試されてるね。こういうというかわいい。あ、これ全然わかんなかったのか。そういうことね。了解。了解。いや、最悪。はい。最高のオープニングですね。ちなみに余談ですけど、小糸優ちゃんはミステリー、はいはい、ミステリーと SF の小説が好きです。おー、なるほど。以上です。あ、わかりました。ありがとうございます。ゲスト解説員、歌鳥さんでお送りしております。花田10期やりすぎだろ。そうね、今年1年間通して相当彼の脚本とかやられましたね。うん、まあでもこれはでもびっくりするぐらいこの作品マジで漫画のままなんだよね。ああ、ほんとちょっと言い回しが違うくなってるぐらいみたいな。なるほど。もう 99% 49フォーナインですか？ 99.99% フォーナイン状態ですか？ただあのね、やっぱりあの演説のシーンはマジで原作超えてた。おー、うん、あそこ、最終的にそのなんだ、演劇はやるってことね、学園祭の。そう、なるほど。演説のシーンはね、マジでそうだった。マジか。あ、それ楽しみにしてます。はい、あ、演劇じゃなくて演説ね。お、あ、演説ですか。そうそうそう。3話で見たじゃん。あ、3話のあれね。はい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 。試験か。お勉強しような。あ、俺らが。俺ら。気になるよね、確かに。
つまんなそうな顔してんな。つまんなそうな顔。ああ、なるほどね。そういう風な疑いも逆にかけられてるってこと。いや、ちょっと嫉妬してるだけなんじゃない？そういうことね。そう。まあ、あくまで、その、バレてるわけではないからね。そうそうそう。まあね、相談相手としては。うん、これは本当にそう。まあ、そうね。小読みさん、超寝不足だね。いや、パズルのピースなんだよな、小読みちゃん。おお。自分で小説書いてるってこと？そう。ああ。お人よしじゃん。そうだね。センチじゃん、センチ。うん。俺たちだ。俺たちだ。一人なのに複数形になってる。そう、俺ら。俺ら。お、クールに空気読むね。完璧じゃん、こいつ。そう。ユリオトの鏡。鏡だね。昨日の今日だもん。そうね。
息できねえな。わかる。ここ常に意識されてるんだけど、常にこの二人の間に境界線があるんだね。ああ、いや、なんかこの踏切ってよく出てくるなと今思いながら今見てて、うん、いろんなところでね、結構あの二人がこうなんかの間に線があったりとか、結構そういうところを漫画でもかなり意識されてるところだから。ああ、なるほどね。そう、一人だけ光がこうかかってるけど、一人が闇の中みたいな。うまい、すごいですね。さすが解説の歌取りさん。いや、それぐらい丁寧なんだよね、漫画が。そうね。これってさ、まあ自分に言い聞かせてる部分は相当あるんじゃないかな。うん、もうあるかもしれないけど、単純に好きっていう気持ちが全然わかんないから。ああ、まあそのしょうがないっちゃしょうがない。あ、そうなんだけど、自己暗示に近い部分ってすごいあるんじゃないかなと思って。うん、まあそれもあるかも。そこなんだよね。別に七海とお子じゃなくてもいいんじゃないのかっていう。そうそうそう、息がこの人なわけで。そうなんですよね。わ、ほら、もう片足突っ込んでるじゃない、もしかしてこれ。並んで座れる席。あ、まあ教えてもらうってことね。いっぞ、いっぞ。ふう。いっぞ。洗濯問題続。いいパートですね。難しい選択だな。なんて難しい問題なんだ。緊張するよね。うん。マジで今恋というは選択してるんだなっていう。おお。あ、三河子。おっと。二人さ、鋭すぎない勘が。いや、鋭いよ、めっちゃ。めっちゃ鋭いよね。うん。やべ、床になりて。床になりて。いや、自分はじゃあ天井いいっすか。クネとかでいいかな。あの引き出しあたりもいいな。ここ重要っすよ。
あ、はい、じゃあちょっと。あぶねえ。あぶねえ。あぶねえ。見つかるとこした。見つかるとこだった。恋というの大好物ことチーズケーキ。おお。お前や。いやだってお前、誰だって部屋二人きりだぞ。おい、どんだけ好きだね。Holy shit. この対比いいよね。ゆうちゃんは全然意識してないっていう。そうそう。攻め攻めだね。あの。ジュースに分かんないんだね、ほんと。そうなのよ。っていう描写がうめえんだよな。そうね。確かにね。ああ、そういうことか。いや、なんかその、ほんと、小糸ちゃんの身長しか出てこないっていうのは、すごい前々から違和感があってたんだけど。うん。そういう演出ってことか。手首か。そうね。それ、天然でこれだから。そうね。いやだって普通のさ、ユリ漫画とか他の漫画だったら逆じゃない？なんていうの？うん、逆。逆だよね、これは。逆っていうか、その演出的には、うん、意識してるやんけ。ほらね、まあな、俺たちだからな。ここ重要。はい。
モンスターキル。嫌だなって言った今。うん。この気持ちはスタートラインなんだよ。ああ。もう位置についちゃったんだよ。もうじゃあずっと息止めてなきゃダメじゃん。もう意識しちゃったんだよ。そうだね。ここも幕間だ。なるほど。うまいことアニメにしてる。そっか。もう分かってんだよな。ああ。ちょっと本当呼吸ができないな。うん。喋れない。喋れないですね。こんなに一途なの。そうね。もう全然息できない。息継ぎポイントが全然ないんですけど。ないね。ついですね、このアニメは。これね、次の話に行った方がいい、はい、マジっすか。うん、6話で終わった方がいい。マジっすか。うん、了解しました。6話、うん、もう、早く見せてほしい。いいうん。お時間大丈夫ですか。いや、もう全然、俺今日休みなんで。あ、そうなの。そう、了解。了解。ありがとうございます。いや、ちょっと息できないな、ほんと。いや、やっと、その次の話から確信に迫れるから。マジっすか。うん、長寿よっていうか、うん、この作品そんな大事な回なの。そう、はい、ありがとうございました。いやー大変だね。いやちょっと待って、ね、今あの A メロ終わった。 A メロが終わってこれからビルドアップに入る感じですか。 B メロ、そうです、 B メロ、 B メロいきます。これマジっすか。いやー
まあ1話2話ぐらいは、1話にはもうまあヘンリーは見せたけど、ほんとこれ、ね、息ができないですね。うん、すごいよね。いやなんかすごいね。うん、なんか空気感まで丁寧に。空気がね、そう、空気がなんだろう、重いって言っていいのか、なんかそう、なんていうの、濃度が濃い、酸素濃度がすごく、うん、すごい濃すぎて一気に吸うと倒れそうになる。うん、いや結構ずっしりきてると思う。そうね。うん。軽いシーンないからな、うん、ないね、確かに。なんか全部のシーンが何かしらこう意味がありそうで。そうだね、まあ、そう、そんでいろいろ、まあ、実際つながってる部分は相当あるんだけど、もうなんかその登場人物のキャラクターとかも一切いらないっていうか、うん、うん、その辺がなんかマジでなんだろう、キャラを出すのもうまいし、絡めるのもうまいし、ああ単純になんかそのなんだろう、漫画力が高すぎる。そうね、いや実際の登場人物っていうか、まあ物語の根底に関わってくる登場人物は大体この4人っていいのかな、まあその、うん、なんだろう、公式サイトでは主にメインで書かれてる登場人物として挙げられてるのはまあこの4人、4人っていうのは恋という並びと子、大木さやか、牧瀬地の4人、うんうん、なんだね。で、牧瀬地自身はあくまでも俺らの立場そうそう、まあ、物語の傍観者という感じの役割で、そうそうそう、いや、うまいね、そういうキャラ作るんだって思った。まあ、あくまでも恋というの相談相手っていうことだから、うん、もうあるし、やっぱりその恋というと、はいはい、このなんだろうな、俺らとの違いみたいなのも結構そこも、うん、きちんと描いてる作品だから、まあ、まきくんとゆうちゃんもまた違うから、あー、そうね、うん、なんかその辺もなんかきちんと向き合ってるっていうか、いろんなところに対してなんかいろんな意味があるなっていう。あー、すごいね。しかもそれってなんかその読んでる読者側に全てこう答えを任せてるあたりがうまいなって、うん、そうね、そう、まあ、確かにな、うん、で実際さ、ほら、あのさっきも言ってた通り、恋という、あくまで恋というの心情は出てくるけど、他の登場人物の心情っていうのはあんまり出てこない、うんうん、から結局そこの想像、そう、あれ、こっち側が想像するしかないって、ね、その、なんだろう、あくまでその、うん、奈良美東子とか佐伯沙耶香とか牧瀬地の気持ちは俺らが脳内で保管するしかないってことなんだよね、うん、そう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 、うん、おー、そうなんですよね。お、なんかセントボーイが了解もう一人のゲスト解説員がいらっしゃったようですけど、はい、やってきた一人、もう一人やってきましたね。これ、あ、ちょっと待ってね、うん、あの次第6話見ようと思うんだけど、セントボーイ見ますか？あ、見ますいや、ちょっと、まあ、このまま勢いで、山月みんなの第5話まで今見終わったところなんですけど、うん、いや、もうね、6話見ないと今日寝れないっすよ、マジで。マジっすかマジで寝れない。わかりました。じゃあとりあえず一旦今回の第5話配信は以上ということで、また第6話続けてみようかなと思います。一旦ここはストップというか、配信終了ということで、ありがとうございました。ゲスト解説員の宇多鳥さんでした。はい、はい、あら、今抜けるの？あ、一旦あのこっちの配信は、こっちの今やってるのは一旦止めて、もう一回改めて配信し直す、第6話一話、まあ、いろいろもろもろ準備とかするんで、まあ、とりあえずよろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。やがて気になる第5話でした。また次回お会いしましょう。じゃあね、バイ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 。